さあ時刻は夜9時を回りました10月18日火曜日のこの時間はエンパナダタイム2エンパナ生放送の時間ですお相手は DJ モーリーです10月は4回火曜日があるわけですけれども第3週となってますね、えー、もう早いものでもう10月もですねあと何日だ 13日ぐらいですか、まあ、2週間切っているというところですけれどもねなんかこうハロウィンのね、えー、雰囲気もだんだんと街中とか、えー、いろんなところで見かけるようにもなったんですけれども、まあ、ただこう11月とか12月の忘年会クリスマスまたは年賀状とかっていうこの言葉はなんかまだまだ先のようなそんな感じがしますね。はいえー、秋 暦の上で秋だと思いますけれども、ただ、もう体感温度的にはねもう夏、もう今日なんかも31度でしたもんね、えー、連日、真夏日迎えている沖縄ですけれども、えー、今日も y o u t u b の配信とツイケスの配信もしていますので、全国でね聞いているという人もいるかもしれません。でまた、ラジオで、えー、車の中でドライブしながら、または仕事帰りで聞いているという人もねいたら、ぜひメッセージを。 送っていいいたただきたいなと思います、まあ、この番組はテーマを設けてそのテーマに沿って皆さんからのメールを、まあ、フリーでね大体ご紹介していきながらでまあ、あのー、そんなにそんなにっていうか全然固くないですねもうゆるゆるですねいろんな番組ありますけれどもえー、コーナー一つもないという <laughs> 以前まであったんですけどねはい、まあ、そんなコーナーゆるゆるとやってる番組なのでぜひ皆さんからのメッセージ はい気軽に送ってほしいなと思います FM コザ e m a i は761 at mark fmcoza.jp です週末いろいろあったと思いますけれどもねその辺の話も送っていただけたら嬉しいなと思います さあとということで今日のオープニングは「ファンキーモンキーベイビーズ」で「ちっぽけな勇気」。 さあエンパナー今日のオープニングはファンキーモンキーベイビーズちっぽけな勇気さあということで FM こさのスタジオから 10月18日のエンパナお送りしていきたいと思います。改めましてこんばんばは DJ モーリーです、えーまあ、だいぶね、あのー、日が暮れるのは早くなってきたなと感じはするんですけど、あのー、まだまだお昼というか、ね、日中はね夕方4時、5時ぐらいまでか日差しが強いですね本当にね。 ま,あまだ多分ね女性の皆さんもあの日焼け対策とかねその辺 UV 的なものってやるんでしょうねいやーこれ11月まで毎年毎年こんなでしたっけあの暑いのが続いてるんでしたっけね内地なんかではだいぶこの秋っぽくなってるっていうねあの気温なんかもねそうですけれども沖縄ぐらいじゃないですかね30度越してるの全国探してもねあんまりこう まあたまにこう全国ニュースなんかでね、さあ、続いては明日のお天気ですみたいな感じでやるじゃないですか、大体い十何度とか二十まあ言ってもね二十何度とかじゃないですか、沖縄の場合三十っていうね、数字が <laughs> ちょっとびっくりしますけどね、さあ、一週間。 あっという間ですけどね、えー、どんな1週間だったんでしょうか、まあ、個人的にはそうですね、お祭り結構行ったかな、うんあのーまあ、土日ともども仕事だったんですけどまあ、早い時間に終わったので、えー、家族で、うるま祭り、うるま市のね、うるま祭りに行ったりあとは、えっとね、あそうか、北中城の潮斎祭り。 ちょこっっとと出したりりかいいろいろこうその祭り関係ってきま,した、ね、まああの花火もね花火でもう見納めかなと思ったんですけどそのうるま祭りで、えー、ちょこちょこっと見れたりとかね、えー、しましたけれどもいやまたあの沖縄市で開催されるその前頭餌だったりとかいろんなそのお祭りとうるまでうるま市でね開催されるお祭りの雰囲気っていうのが あやっっっぱ違うなってちょっと思いましたね、まあ、同じ中部でありますけどまたねうるま市の中でもそのぐし川とねまた別のところではだいぶこう雰囲気も違うということを聞いてますのでえー、まあ沖縄、ま、市は沖縄市ででまたうるま市はうるま市でまた司会をされる方もやっぱりうるま市の方々がね、えー、ほぼ占めてたのでその辺のこううるま市の、まあ、鉛も含めてね 話し方とか、その辺も多分あるでしょうね。会場のまあ雰囲気作りっていうのはね、いや楽しかったですね。うちもあの家族で行ったんですけど、娘とあとまた甥っ子めっ子なんかもね、その祭り会場で合流しまして、で金魚スクイやってたんです。よ僕ちょうどあの広いの打ち合わせで、えー、その後に参加したんですけど、もうすでにこの金魚スクイの目の前に娘がいて、次自分の番みたいなそんな顔をしてて。 で500円出してやったんですけど、あのー、黒1匹赤2匹っていうね決まりがあるんですけどちょっとうちの子娘が、えー、黒2匹っていうか黒ばっかり狙ってて <laughs> でお店のお兄さん困るみたいなシーンだったんですけどうちのまあ義理の兄がね「兄、あのー、に,にこれちょっとサービスしないか?」みたいなね一言がありまして、えー、結果的に黒2匹に、えー、赤い金魚かな。 2匹もらうというそういうことになりましたけどね結果的にあのその祭り会場で金魚すくいしかやってないねあのなんかたあめ食べたりとかなんかたこ焼きとかね焼きそばとか、ね、そんな祭り祭りというよりももう本当にもう2歳の娘の金魚すくいしに行ったみたいな <laughs> でまた FM コースでもねおなじみのあのー、いくちゃんとかでまたサンサンズのお二人もね、えー、サブステージの司会だったりであと まあヒープーさんもね、えー、第6回かな新井道よきょのまた MC だったりで、えー、活躍されてましたけどもねいやまあまあまああのうるまのお祭りが終わってさあじゃあこれからねどんなお祭りがあるのかなというところですけれどもあそこが猿日曜日なんかは確かアッシャーねアッシャーが沖縄に来てたらしいですね嘉手納でしたっけいやーすごいなーと思いましたけどね フェイスブックで、ね、行ってきましたよとかいろんなこう告知等も、ね、ありましたけれどもね、えー、皆さんの週末はどんな感じだったんでしょうか、えー、メールこちらでお待ちしています七六一アットマーク fmcoza.jp 七六一アットマーク fmcoza.jp でお待ちしています、えー、ツイキャスでテントーさんルドルフさん、えー、コメントいただいております ルドルフさんまだ読谷祭りがあるのではということであザキミ城跡のところでね確かお祭りがあるとかっていうこと言ってましたね、うんまあ、まだまだあるかそっかそっかそうですね、えー、あとルドルフさんから、えー、こっちも昼も暑かったですよ30度を超えてないですけどねということで関西かな。はい いやもう沖縄ねずっとですよさすがに日が落ちてからねこの時間帯とかは若干涼しくなってはいますけどいや夕方まではね直射日光がもうすごいですからね、はい、さあ、えー、エンパナ今日の番組のテーマですけれども、えー、今日はは「人まるまる はいまあ、というのも、あのー、夕方の放送でねちょっとこう寝れなかったっていう、えー、寝れない時何しますかっていうテーマだったんですけど、あのー、一昨日ぐらいですかね夜中2時3時に起きてで、まあ、ちょっとこう買い出しもあったんでミルクとかね、あのー、水とかそういうのもあったんでちょっとこうふらっとね1人ドライブも兼ねて出かけたんですけど意外とこう。 楽しくてというかあの車がそんなに通らないし明かりもそんなについてないんでなんかねふだ、あのー、も1時間往復往復2時間かかけてね、えー、明るい時間帯に帰るまたは向かうっていうことが多いので車でね、まあ、なので久しぶりにこの一人でドライブドライブっていうかね買い物で、えー、15分ぐらい道のりを移動してしていただけなんですけどそれだけでもねなんかだいぶ。 なんか楽しかったっていうかね <laughs>、えー、お楽しかったはい、えーまあ、皆さんの1人まるはいまああのー、映画館1人で行くとかね、えー、逆に行けませんとか、はい、1人焼肉とか1人カラオケなんていうのもねありますけれども、えー、その辺の話も聞かせてくださいメッセージは7 6 1 f m f m こ a .jp

さあちょっと懐かしい曲「センチメンタルバスでサニーでサンデー」今日は、まあ、広島カープの、ねえー、黒田選手の、まあ、引退のニュースが夕方かな、えー、入ってきましたけれども、えー、その後またこう会見があったようで、えー、新井選手だけには、ねまあ、今年で引退ということをこう話をしていたという,そう,いう、ねえー、ニュースがありますけれども。 本日お忙しい中そしてこのような時間帯にこういう場を設けていただきありがとうございますと昨日球団の方に引退の意向を伝えそして了承していただき本日の練習前にまずは監督コーチ選手浦方さんの前で引退することを伝えたとそして、えー、その後にこういう場を設けていただき今までたくさんのファンの人に応援していただいたのでそういう人たちに最後の当番の前になんとか 報告できればいいかなと思いこういう場を設けてもらいましたと話していたということですね。うん、まあ、この引退を決意した理由なんですかっていうことが書かれてあるんですけれどもまあ理由はたくさんあってただこうまだ皆さんご存知のように日本シリーズがこれからね、えー、当番も残っていますしなかなか全てお伝えするというのはまあ難しいことなんですがまずは今年リーグ優勝 日本シリーズの進出ができたということが一つの大きな要因だったのかなと思っているということですね。うーんまあ,あの夕方のね、えー、ニュースまたはリスナーさんのこうメッセージで「えー、そうだったんですか?」って思ったんですけども、まあ、ちょっとねやっぱりこう寂しいというかまあでもめっちゃねえ 41ですか、今ね、えー、20代の時から言えば見てるじゃないですか、その広島カープの、ね、ユニフォームを着てる時からやっぱり見てる人ですし、で、またね、あのメジャーに行っても、その活躍を見てましたからね、ドジャースだったり、ヤンキースだったりね。で まあ引退もねちらほらありながら広島に復帰というその辺のこう流れもまあ追ってね見てましたからねまあ今回の決断もいやもう本当にねもう広島の人たちからしたらもう大スターですからね言ったらねうんまあ今度のね日本シリーズでえー そうですね、勝ってね。あのー、最後、日本一になって、胴上げで締めくくるっていうね。もう最高のこうシナリオを描いてもらいたいですけどね。はい、まあ、今日のヤ、えー、フーニュースの中から、えー、黒田選手引退の話題をお届けいたしました。二百三勝なんですね。日別さ、ね、んね。さあ、えー、今日の番組のテーマ、一人〇〇,〇ということですが、天道さん。 家族を持つとなかなか実行が難しくなる一人旅に行ってみたいな、えー、ぶらりとあてもなく新幹線なんかに揺られて、えー、降りたところの名所や旧跡かな、えー、を訪ね歩く的なあもう本当にもうあれだ何も考えずにぶらっと行くみたいないいですね別にねあのお家に <laughs> ストレスがあるとかそういうことではなくて あんまりこうね自分の時間もう自分だけの時間ってねなかなか作れないのがやっぱりね現状ですからねうんまあなのでちょっと一人旅行ってみたいなとあのー、結構こうあ「半日暇だったやしあとか後々振り返ったらあるんですけど結果的にその半日 まあ例えばね6時間あるとしたら6時間かね10時間あるとしたらその半日うまくなんか多分使えてないんですよねうん、まあ、僕の場合ですけどねじゃその辺をねうまく使えるようなそんな大人になりたいなと思いますけどもね、えー、今日の番組のテーマ「1人まるまるでメッセージをお待ちしております。 さあ今日もユーストの配信とツイケスの配信やっておりますので皆さんもどちらからか参加そして、えー、つぶやきの方もねよろしくお願いいたします。まあ、夕方の放送の「アジラジアジクーターラジオは」は、まあ、ツイート、まあ、ツイッターをね、えー、始めているんですけれども、まあ、ゆくゆくねこのエンパナのなんかこう番組ツイッターなんかもね、えー、できたらいいななんて思ったりもしますけれども、まあ、やっぱりね宣伝しないとなと。 はいもうあまりにも <laughs> 宣伝してないなと思ってたんで、えー、今後そういった発信もねできたらいいのかなと思ってます、えー、さあこちらル,ルドルフさんから空いた時間にすっと行けるところを見つけておくことが大事かもですねあああっち行ってみたいなとかねその辺のこの、あのー、行くところも決めておくっていう、えー、最近沖縄でね先週からかなあのー まあ、沖縄水産で、えー、夏連続準優勝をね、果たしました、えーまあ、名監督でした、蔡監督のね、えーまあ、物語ということで、沖縄を変えた男が今、絶賛公表、上映中ですけれども、そのね、あのー、映画券を1枚ちょっといただきましてで、これをね、ちょっとこう、空いた時間に見に行こうかなと思ってますけどもね、映画はやっぱいいですね。うん もう全然1人でも全然もう余裕ですからね、1人まるまる最初はやっぱりね、カップルで見てる中、1人で、えー、映画館に行くのってどんなよと思ってたんですけど、1回行ってみると、何のことないですね、本当にね。うん、逆になんか、あのー、1人で来たった的な、<laughs> そういう時もあったりもしますけどね、ただ、あれですねあの映画のチョイスを間違えるともう大変なことになりますけどね。うん この沖縄を描いた男はね、やっぱりこうまあ近々え見れたらいいなと思っております。はい。今日の番組のテーマ一人まるまるでメッセージまだまだお待ちしております。 さあお届けした曲はハイスタハイスタンダード、えー、ステイゴールドという曲をお送りしましたもうめっちゃシンプルなね、えー、2分という短い曲ですけれどもハイスタがね最近、あのー、ゲリラ的な感じで、ね、CD を発売しましてで緑のコンビニに行ってレッドブルーを買うとおそのハイスタのね えー、イベントのかなステッカーがもらえるというもうファンの間でねもう一気にこうバーッと広がったらしいですけれどもなんかそういうね、あのー、僕らはもう20代の初めぐらいですかね、えー、ハードコアスカコアメロコアとかもうこのもうロックのね、えー、アーティストがすごいたくさんだってこう出てでライブにも行ってね、えー、結構 もう青春みたいな感じのアーティストがねどんどんこういった形でまた復活とかね、えー、また CD 出しちゃうとかこういうふうにね、あのー、いい年齢になってると思うんですけれどもこう活躍してくれているっていうのはねとってもう嬉しいですねうん僕らもね同じように年取ってますからねいったらね、えー、さあいろいろツイキャスの方でもコメントが来ていますがラジオネームゆうさん 昨年の一人花火寂しかったさうちのアパートの階段から東武祭りの花火が見えたんだけどいつの間にか知らないおじさんとゆんたくしながら眺めていた <laughs>、えー「今年はダーリン休みだから2人で見るよ楽しみ」ということで、はい、これ誰なんでしょうかね知らないおじさんってねまあでもたまになんかありますよねあのス、ー、ッとこう入ってくるっていうか気が付いた隣にいて。 何の気も使わないけれども普通にこんにちはとかの挨拶をすっ飛ばしてからねいきなりユンたくっていうパターンたまにありますけどね飛ぶ、はいえー、祭り10月の週末かな、えー、最後の週末かな、えー、沖縄市で大きなまた花火を、ね、打ち上げられるということですけれども、えー、MJ さんからもいただきましたハイサイ d j モ o リ l m j です。 夜もね、えー、メッセージありがとうございます。というか MJ さんこの時間まで仕事なんですかね、えー、土日お祭りには全く行かず昼間ひたすら走ってました、えー、暑くてふらふらだったけどねだからね日中やっぱり土日も暑かったんじゃないかなと思いますけれども「1人まるまる、自分がやりたいのは一人カラオケ、えー、友達とカラオケに行くと自分が歌ってる時にみん,なのみんなの話し声が大きくなってきて え僕が気を遣って小さい声で歌ったりみんなが好きそうなノリのいい曲を歌うと2番から乗っ取られるんですなので周りを気にせず2時間くらい思いっきり、えー、ヘッドバンキングしながら歌ってストレス発散したいな <laughs> 2番から乗っ取られるこれまだいいんじゃないですかあのー 明らかに自分が歌ってる時に限って死語が多くなるとかなんかの話で盛り上がってるとかめっちゃ嫌じゃないで曲終わったらえーみたいなねなんかもう間に合わせたかのようなな乾杯って嫌じゃない <laughs> どうせだったらねワー歌うみたいな感じでこう乗っ取られた方がまだいいのかなって思いますけどねあのー、なんかね。 1>, えー、1番だけ聞いてもう2番からもう見限られたみたいな感じで、あのー、ユンタクが始まってで、しまいにはもう「イーイの乾杯も、ね、なくなるっていうパターンはもう <laughs> あの時ほど心折れることないですからね、はいまあ、でもねカラオケってやっぱりこの選曲とかね「今でここ入れますか?」とかっていうのをやっぱり一応はこう読まんといけんからね 読まなななくてもいいんんんかかその辺どんななんですかね皆さんどんなですかカラオケの時ってやっぱり空気読むんですかねいきなりこれなっていうパターンのね曲を選曲したりとかするとその後のカラオケのね空気がちょっと心配になりますけどもねだから1曲1990年代入れたらまたね2曲3曲続いたりとかして。 もう伝目の履歴見てからね、えー、お酒入れたりみたいなもうそういう風になっていきますからね最近の曲はなかなかカラオケでを歌ってない気しますね一人カラオケねあさあちょっとツイキャスが止まってしまいましたけれども、えー、この後紹介していきたいと思いますちょっとね最近 FM コザの、あのー、ツイキャスがまあ不祥というかねえー ちょっとこう壊れたというか <laughs>、えー、そのものがなくなってるっていうねことになってますけれどもまあまあ、あのー、このあと、えー、更新してみたいなと思いますさあではでは曲を一曲お届けしていきたいなと思いますまあ今日の番組のテーマ「1人まるまるですからね、えー、その「人まるまるなテーマに合わせたメッセージもお待ちしております さあでは1曲「ラットウィンプスのナンバー」から1曲を紹介していきたいなと思います。できればね、あのー、もう興行収入が150億円でしたっけ公開から2ヶ月でね、えー、崖の上のポニョにこう迫るっていう勢いらしいですけれども見てないんですよねうん、まあ、でも見た人それぞれがね、えー、めっちゃ面白かったっていう。 こと言ってますからねめぐみさん見ました見てないああ今日行こうとしたんだああそういうことねライカムでね一回は見たいなと思うんですけどもねさあではでは時間まで、えー、ラットウィンプスで君、えー、と羊と青 さあお届けした曲は「ラットウィンプス」で「君と羊と青」お送りいたしましたさあエンパナ今日の番組のテーマは「人まるまるまあ一人でね、えー、行動するっていうことでありますけど、まあ、こんなことちょっとやってみたいなっていうまあ一人旅とかね一人カラオケとかいろいろ出てきましたけど一人焼肉っていうのをねやったことがないですねうーん まあ、多分ね1回行ってしまったら、ね、全然平気だと思いますけれどもあとカラオケもね1人カラオケもめっちゃはまるらしいですね、まあ、さっきね、えー、MJ さんがありましたけれどもでも飽きないのが途中でレンチャンじゃないですか歌うのね4分5分を大熱唱じゃないですかでそれがねまたすぐ、まあ、でもあれなのかな気にしなくていい、まあ、気を使わなくていいので 意外と楽しいんかなうんでもな時間帯とかによるんですよねえー、以前こう仕事でお世話になった方はまあ公務員なんですけど朝6時ぐらいから、えー、カラオケ行って1人ででよっしゃーってなって朝出勤するって言ってましたね <laughs> 絶対無理やさたと思うんですけど要はもう朝はね もう要は夜中から朝方まで飲んだ人と、まあ、遭遇するらしいんですけどその人に会う確率がまあ対応が出てる時よりはね、えー、若干こう少ないって言ってたんで意外とその朝出勤前に行くっていうね、うんまあ、ちょっとこうね確かに仕事のテンションというか元気さはね、えー、朝カラオケの方がありそうな気がしますけどね。 えー、ツイキャス、いろいろ荒れているようですけれども、月赤のカノちゃんねさん、えー、<laughs> ごめん、来ちゃったということでね、えー、月赤のカノちゃんねさんからいただきました、はいえーまあ、あんまり触れずに、えー、ルドルフさん、人からをキャス配信している方もいますよね、あなるほど、一人でカラオケやってて、でそれをこうツイキャス配信ということですね。はー そうかそうか、まあ、今ね本当に誰がでもそういうのできますからねあ一、えー、人まる何がありますかね他にねさあこちらラジオネーム o u さん、えー、モーリーさんこんばんは先日 y ーミュージックという番組を始めるとメールをしたユウです、えー、しっかり番宣してもらったのにごめんなさい 今週から放送時間が木曜日の6時半に変更になりました、えー、私は夜更かしなんですが周りの難しいお年頃の友人たちは成長ホルモンの分泌を促すべく10時過ぎにはすでに寝てしまうという方もいて友人に聞いてもらいやすい時間帯に変更することにいたしました、えー、モーリーさんも仕事帰りに聞ける時は聞いてくださいあ南城市向けはどの辺りまで電波入るのかな、えー、それにしても すでに数回分の収録を済ませた後で日付とかあちこち編集してもらうのに名宮さん快く承諾してくれて本当に感謝ですありがとうございましたはいということで、えー、今週は先週よりもさらに番宣の度合いが高いメールになりましたねほぼ番宣 <laughs>、えー、まあこの後のね火曜日の10時半だったんですけどいろいろこうね、えー、聞いてる人まあ その辺も考えて、えー、移動になったということですね。木曜日の夕方6時半に変更になったということですね。ああ、了解しました。はい、南城市もね。玉ぐすくまで聞きますよ。fm 講座あのー、ユーストとかじゃなくて電波で <laughs> <laughs>、えー。たまにこの僕が住んでるお家の目の前の？ えーまあ、車の中なんですけどね車の中で FM 小座電波入るときありますからね <laughs> すげーと思いながらいつもね感心してますけどもねはい「えー、人〇〇まだまだメッセージお待ちしております時刻は9時42分になります さあということでお届けした曲は RC サクセションでサントアマミーお送りいたしました。えー、今日の番組のテーマ一人まるまる。まあ一人でね行動して、えー、まあこういうものできましたけどさすがにこれは厳しいかなとう無理だなっていうねそういった一、えー、人まるまるでメッセージをお待ちしております。まあいろいろありますね。うーん。 一人居酒屋、一人バイキング、一人祭り、まあ、イベントに一人で出かけるとかね、えー、あとは一人ボーリング、一人回転寿司、あと一人スポーツ観戦とかかな、あとファ一人居酒屋とか。 なんかあれですけどね、あのー、自分が行くってことで考えると抵抗ありますけど普通にあ,あの人一人なのかなっていう姿を見ると僕はめっちゃ好印象に映るんですけどねあなんか大将と仲いいんだとかね、まあ、特に女性なんかが、ね、1人で来た日にはですよやっぱりその辺もおーってなるんじゃないですか、まあ、でも飲み方にもよるか。 死にベルンベルンだったらね <laughs> あちゃーってなりますけれどもまあでもなんかねこなれてる感があってまあバーでもね一人で行けたりとか居酒屋でもなんかまあ夕飯を居酒屋で取るっていう人もいるか、うん、まあでもね一人でなんかできたらねそういうとこ行けたらいいお金の使い方大人のイメージがありますけどね、えー、まあ皆さんができる一人まるまる または皆さんができない人まるまるは何でしょうか、えー、メッセージメールは 761○fmcoza.jp761○fmcoza.jp でお待ちしています。かなちゅうさん、一人まるまる一人上手です。はい。まるまるな何でしょうね、これね。ずきアかのチャンネルさん。 1> 1人挟、ま、もうわけがわからないですねこれね <laughs> あとワンズ待ちとかありますねもうねもう先週先々週ぐらいからずっとねワンズをディクエストしてくるんですよねもう月キアカのチャンネさんぐらいですからねワンズ <laughs> ワンズって打ち込んでる人も月キアカのチャンネさん以外いないですからね、はいえー、またねこれが FM コザでねライブラリーがあればいいんですけれども あるなあこれ <laughs> いろいろありますねはいまあじゃあ今日はね、あのー、もう満を持してワンズのアルバムの中から最後にじゃあ曲を何かお送りしてエンディングといきたいと思いますはいえー、まあそれ以外にもいろいろツイッタでコメント来てますけれども、えー「一人 J リーグの観戦をやったことあるけどまだプロ野球はないなあ」ということで なんかね、同じこの、まあ、例えばファンもねあの例えばソフトバンクファン日アムファンとかその、同じ、ね、ファン同士が集まるとこだったらなんか友達とかねすぐできそうな感じもしますけどやっぱあれでしょうね1回目のアクションでしょうねあこんな感じなのかって分かってしまったらね意外と楽しめるんかなっていうのはありますけれどもうーん。 さあもう11月もあと数週間ですかえー、2週間足らずで11月ぐらいかなりますけど「WONDERFULWORLD」「モンパチ」のねえ11月の5日と6日にありますけれどもまあここもねすごいメンツの皆さん来ますからねいや行きたいなめっちゃ行きたいなだけどねちょっとこうまあ 仕事とあと舞台をちょっとね見に行くっていうことで今動いているんで今回いけないかなでもねめっちゃ見たいアーティストもねたくさんいるんですよねまたスカパラみたいなスカパラのあの一体感はやばいですからね前,前回もね読みたいあの時言ったんですけどいやー知らん人となんかこう肩組んでたな <laughs>、えー、こんなね縦に長い人が肩くむってあんまないですけどね うん、もうそれぐらいですねライブはねやっぱりねあの普段やらない行動をさせてくれるやっぱテンションが上がるそんなところかもしれませんねさあエンディングの時間がやってきましたえー「赤のちゃんねえさんモーリーのワンズセンスを見てやろうじゃねえか選曲楽しみだな」ということで、はい、それに対して天童さん「ここでスルーしたら面白い」<laughs> 書けないっていうね これはもう、ズキアカのちゃん姉さん、今日一日ふとふとするぜ、ね、多分ね。まあ、それはないですけどね。うん。えー、これかなはい、ズキアカちゃん姉さん、お待たせいたしました。今日のエンディングソングは。まあ、いろいろありましたけれどもね。やっぱりこう、これだろうということで。 えー、ワンズのナンバーで愛を語るより口づけを交わそうこの曲でお別れといきたいと思いますさあこの後も F.M. こさ生放送がありますはい、えー、ジャズバーイツキもうじわじわとね、えー、ファンを獲得しつつある、えー、この後の番組のイツキですけれども、えー、今日はどんなジャズの話をしてくれるんでしょうか、えー、この後も七六一でお楽しみください。 エンパナここまでのお相手は DJ モーリーでしたまた来週です